はい、どうも皆さんこんにちは、四つ葉です。今日はね、もうちょっと編集するのがめんどくさくて、危ないよ、おじいちゃん。編集するのがめんどくさくて、またバイクに乗ってます。もうどんだけバイク好きなんだと。ちなみに気温はね、さっき確認したんですけど、5度でしたね。で、今日の行き先なんですけれども、また倉敷の小島、ワークマンですねに行こうと思います。ワークマンがめっちゃ好きなのかどうなのかわかりませんが、目的としてはね、前ね、リフレクトイージスですね、今着てるんですけど、もうこれがすごく良くてね、自分的にはね、もうワークマン優秀すぎ、本当。それでね、マイクロウォームパンツ、なんかそれがすごい人気なんでしょ。で、まあそれをちょっと買いに行こうかなと思って、僕もあやからしてもらおうかなと思って。で、まあすごくなんかワークマン自体が今ブームが来てて、人気で手に入らないかもしれないんですけど、まあ原付でね、バイク乗るのも好きなんで、まあなかったらなかったでね、いいんで、まあちょっと散歩がてら行ってみようかなと思います。僕が住んでる市のね、隣の市ですね、倉敷市になると、非常に近いは近いんでね、いいお散歩には、お散歩というかツーリングですねにはなりますね。どんだけバイク好きなんだっていう感じなんですけどね。目的としてね、バイクを最初に直そうと思った目的なんですけど、あれなんですよ、これバイクを触る前ですね、乗り始める前、ずっと釣りをしてたんですよ。まだ始めたばっかりなんでね、練習がてら、で、結構その海釣りとかでもね、地域によって釣れる魚があるんですけど、要はオフシーズンの間どう過ごすのかっていう、海釣りのね、で今からね、海釣りっていうのは僕の大好きなメバリングが始まるんで、ちなみに僕は2018年、そうですね、入って少ししてから海釣りを始めたんですよ、初めてね。でハマって、で5月ぐらいまで、メバリングですね、ライトリグやってて、そうですね、最初本当はシーバスから入ったんですよ。で岡山って結構シーバスの魚影が濃いんですよ、河川に関しては。なんか県外、山口から来た人とかもね、岡山の方が多分シーバスの魚影濃いですよって言われるぐらいなんか濃いみたいなんですよね。だから多分シーバスって釣れるんだろうなと思って始めたんですよ。それがもう本当全くでして、もう心をポキポキに折られてですね、そこでね、亀屋ですね、亀屋の瀬の王店の店長と仲良くなったんですよ。
だからまあ、手軽に楽しむんだったら、まあ、メバリングとかアジングとかやったらいいですよって言われて、で難易度的にはシーバスと変わらないって言うんですけど、なんかこうお手頃感っていうのと、まあその釣って、結構さばきやすいっていうか、食べる魚としては結構煮付けにしたり、まあ大きいのは刺身にしたりとか、あと唐揚げとかですね、目魚系はなんか美味しいみたいで、あ、美味しいんで、それがいいですよって言われて、で結構軽量ロットなんで疲れないですし、まあ時間潰しっていうかね、そういうのにも使えるしいいですよって言われて、でそれでやり始めてハマってきましたね、見事に。もう結構本当ライトリグ沼ですよ。今年に入って釣り具で使ったお金ですね、多分結構ロッドをね、まず、コルトスナイパー買って、シマノのコルトスナイパー買って、でシマノのセフィア BB 買って、シマノの、ソアレ SS のメバリングとソアレ SS のアジングで、それが旧型だったんですよ。で2018年ソアレ SS シリーズ一新したじゃないですか。もちろん買い直しましたよ、ブリッジライクシートのあのやつをね。もうこれからのね、もうそのシーズンめちゃくちゃ楽しみで、であとね、今年発売したディアルーナ買ったんですけど、でディアルーナね、初めてまあ下ろして調校の時に、まあ3時間ぐらいかな、まあ28グラムから32グラムぐらいの、まあバイブレーション、あとまあメタルジグとか、まあフテなんですよ、3時間ぐらいで。で岡山では本当に珍しいんですけど、まあたまたまなんでしょうね、多分ですよ、青物が回遊してたらしく、そのメタルバイブにヒットしてしまって、で知らんじゃないですか、そんなやり取りなんかで、ディアルーナのスペックは18ディアルーナの、96の MH っていう結構固めのロッドだったんですけど、まあ、ずっとこう投げてて、青物がいざかかってやり取りしてたら、もうポッキリ折れましたね。折れました。その日に折れましたね。もう僕の心も折れましたけど、まあなんとかね、神谷の、人に相談して、もう全部僕釣り具神谷で買ってるんで、今のところね。相談したところ、まあなんとかちょっと、シマノの方に出してみますって言ってくださって、で、まあ、理由書とかね、まあ、状況の方を説明して理由書とか全部書いてくれて、で出してくれて、そんならもうちゃんと治ってね、まあ3週間1ヶ月近くかかりましたけど、まあ本当にあれは助かりましたね。ちょっと原因がねあれなんですけど、まあちょっとポッキリ折れちゃったっていう話ですね。でね、もうずっとね、もう釣りをやってて、まあ非常に楽しいんですよ。でオフシーズンのために、まあ、バイクの方をね、まあやり始めたのはやり始めたんですけど、もうドハマりですね。今釣りも行きたいんですけど、こうやってバイクでも走りたいっていう、バイクでもこう走りたいって思って、
もうね、楽しくて楽しくて本当しょうがないんですよ。あとこのマイクの位置、まあ多分ウェアラブルカメラ、FDR-X3000 使ってて、まあ結構広角でね、多分映ってる感じは、まあ何回も見直してるんですけど、いい感じに撮れてると思います、我ながらね。あとはもう本当にマイクですね。マイクの方がね、ちゃんとね、完璧に録音というか、集音できる場所を見つけないとね、今もだから、もう探り探りでつけてるんですけど、もう毎回マイクを違う場所につけてね、まあ、今回も違う場所につけてるんですけど、多分ね、今回はね、いいと思うんだ。おそらくね、口元あたりに持ってくるのが一番いいんかなっていうふうに思ってます。で、あんまり干渉しないところですね。今口元の若干上のあたりですね、シールドに被るか被らないか、まあ、ちょっと被るぐらいなところに、マイクを持ってきてるんですけど、なんか多分いい感じのような気がするんですよ、これが集音的にね。なんかもういろいろ試してて、この辺りだったらちょっと遠いんかなとか、この辺りだったらちょっと近すぎるなとか、で一番ちょうどいいぐらいのところにつけれる、まあ、ちょうどいいところっていうのを今回試してるんで、多分ですけどいいと思います。てかワークマンどこじゃったっけ、どこじゃ、どこにあるんだったっけ。結構信号赤になるね。てかお尻痛いな。まあさすが悪いんかな、これさすが抜けとんかな。お尻痛いわ、すごい。まだかな、お尻痛いよ、お尻痛いよ。あんまりスクーターにずっと乗るっていうことがね、今までなかったもんですから、それか本当サスが悪いんかなっていう、リアサスがちょっとへたってきてるのかなっていう。でも走行距離にしてはね、今3466キロでしょ。これ本当実走行なんですよ、20年前のバイクの癖して。もうどうなんかなっていう。劣化してるやつは多分劣化してる、もうエアフィルターとかね、もうボロボロだったんで、やっぱでもゴム類とかね、まあ要はショックのパッキンの部分とか悪くなってたりするんかなとかちょっと思ったりはするんですけどね。っていうかワークマンマジでもう俺お尻が爆発しそう。お尻が爆発しそう、もう痛すぎて。ワークマンもしかして通り過ぎた？通り過ぎた？通り過ぎとるような気がするね、これ。マジ？行き過ぎてはる？これやばいんじゃねん、これマジでワークワークさんは？ワークワークさん、ちょっともうちょっと行ってみましょうか。もうちょっと行ったらもう取り返しがつかんようなところに行ってしまうよ、これ。違う、ほんまに通り過ぎとる。いつ？マジで通り過ぎとるやん、俺。ちょっと Uターンをしてます。
え、マジで通り過ぎてるやん。もうほんまおちょこちょちょいやな、ほんまおちょこちょちょいやわ、ほんとに。あったあった、びっくりした、びっくりした。え、看板ないんかな。え、あるよな、あるある、あるけど、あるけど行き過ぎちゃうんだ。おちょこちょちょいやわ、ほんとに。あー、お尻痛い、マジでお尻痛いわこれ。じゃあちょっとね、マイクロウォームパンツ、うん、っていうのを探して買ってこようかなと思います。あればいいな。